こんにちは。待って、1年ぶりのギフトを見た。オーナメントありがとうございます。もう12月ですね。ハートありがとうございます。なんか今日すごいさ、加工感強くない？雪ありがとうございます。全然いつもと変えてないんだけどさ、なんだろう、雪とラブレターありがとうございます。なんでだろう、I love you ありがとうございます。私は今日はこれからおしゃべり会なんですけど、なんか声枯れてきちゃった。寒くて布団から出れない。なんか今日寒くない？なんか4度だった。でも12月だからそんなもんか。今日のおしゃべり会よろしくよろしくお願いします。今日は9枚目シングル最後のおしゃべり会なので、ちょっと寂しいんですけど、気合を入れて今からカレーを食べたいと思います。この配信は何かっていうと、ご飯食べるための配信でした。だるまありがとうございます。木のアヒルもありがとうございます。なんか声枯れてるね。昨日ダンスの先生にもさ、なんかゆめちゃんまたハスキーになったねって言われて、そんなにもともとハスキーやったっけって言われて、いや全然元ハスキー身はゼロなんですけどって言って、それじゃあいただきます。今日はキーマカレーです。ちなみにお弁当、食べなかったお弁当です。いただきます。雪ありがとうございます。ハートもありがとうございます。カレー辛口派甘口派？最近中辛のカレールー買いました。みんなもうお昼食べましたか？これタケノコが入ってる。ピザの配達待ち、いいね。最近さ、なんかピザ屋さんがなんかブラックフライデーしてて、なんかすごく TikTok の広告でめちゃめちゃ流れてきてて、
ピザの広告が。それ朝に朝見ちゃって、もうその日ピザが食べたくて食べたくてしょうがなくなっちゃって、でしかも夢あのチーズがさ、とんでもない量のチーズ乗ったピザあるじゃないですか。もうピザしか乗ってないチーズ、逆チーズしか乗ってないピザあるじゃないですか。わかるかな、あれがどうしても食べたくなって、でもその日一人だったから、なんか誰か呼んでパーティーとかならさ全然躊躇なく頼めたんだけど、一人しかいないし一人で食べきるわけにもいかないし、どうしようって思って一日中悩んでたんだけど、頼んじゃった一人で。でしかもなんかピザだけ食べるのなんか罪悪感あって、野菜食べようと思ってお鍋作ったんですよ。そしたらなんかただただ大食いの人になっちゃって、本当にもう鍋一つとピザ一枚とみたいな、逆に食べ過ぎた。ハートありがとうございます。でもピザ3枚しか食べれなかった。最近めっちゃ食べるんですよね私。ハートありがとうございます。デリシャイのんべ方ありがとうございます早い、一番乗りじゃない。昨日から始まったので皆さんぜひ、今日ものんべ食べようと思ったんだけどお弁当があって、初見の方ありがとうございます。オーナメントも雪もありがとうございます。今日はキーマカレーを食べてますちょっと喉が狭い気がする。今日めっちゃ飲み込めない。今日も喉広げる。確かにカラオケしてからご飯食べたらめっちゃ食べやすそう。今日声枯れてるよね、大丈夫かな明日
でも明日なんと千秋楽なんです、リバイバル公演。早かったね、千秋楽まで。ハートと雪ありがとうございます。明日昼公演お待ちしております。かわいそう、喉が。皆さん、クリスマスのグッズチェックしてくださいましたか？ハートありがとうございます。初見の方ありがとうございます。そう、髪色がトナカイだったからかトナカイの衣装になりました。衣装さんが面白がってアクスタポジりました。ありがとうございます。ダルマとカワイと結婚してありがとうございます。でも今なんか珍しく在庫限りの販売みたいで、今はタペストリーが、タペストリーの方だけ販売中なので、皆さんチェックしてください。結構サイズ感見たら結構大きめだったと思うんだけど、タペストリー残り1個、待って、それどうやったら分かんの？だってみんなで喧嘩しないように買ってください。ハートありがとうございます。姫さあ、多分さ言ってること同じだと思うんですけど、なんか公式ツイッターのさ NGT の公式ツイッターの
で告知してたじゃないですか、クリスマスグッズ販売中ですみたいな。昨日そのリプランで、そのリプランで同じこと言っちゃった、そのリプで何だっけ、2年前に売られてた大きいポスターまた販売してくださいみたいなリプがあって、今それで思い出して、なんかさ2年いつだっけな、22年のお正月かな、22年度の、うん ?22 年のカレンダーかな、なんかユニット公演の衣装を着てさ、一人ずつのさ巨大ポスターのカレンダーか、なんかこうアクリルパネルのカレンダーかみたいな出たじゃないですか、グッズ出たんですよ。で私母にポスターの方買っといてって言ったんです。結構大きめで A2 とかするくらいのサイズで、もうザ・ポスターみたいな、それがすごく欲しくて、しかもアイドル衣装を着てすごい漏れててみたいな、しかも劇場での写真だったんです。素材が結構レアじゃないですか、なかなか生写真でもやらない試みというか、だからすごいそのポスターが欲しくて母に頼んだんですけど、届いて段ボール開けてみたら入ってたのアクリルパネルの方で、私すごくショックで、嬉しいんですけど私ポスター欲しかったなみたいな。ハートとユキありがとうございます。私ポスターが欲しいって言ったのにってずっと引きずってる。あと6周年かな、そうもらえないの、なんか最近もらえなくてグッズ、昔はサンプルいただけてたけど最近もらえないの。生写真とか、生写真のサンプルとかいただいてたんだけど、いつの間にかなくなっていました。でさ、なんだっけ、あそう、6周年の時にさグッズでクッションが出たんですけど、 NGT の6周年クッションって、自分の顔がプリントされたクッションってすごく面白いじゃないですか、だからそれも欲しくて母に頼んだんですけど、母が買いそびれてしまって、1年間引きずってたらまさかの翌年も顔プリントクッション販売されて私のためかな、それは買いました。ハートと雪だるまありがとうございます。シアターガチャももらえない、そうなんです、そう、それこそ初期の頃はさガチャのアクスタとかもらえてたんだけど、今は何ももらえない。あれ欲しい、夢クリアカード、私自分のグッズ集めるの趣味だからそう、昨日さすごくさずるいことしたんですけど、なんかその数量限定販売じゃないですか、今回のクリスマスグッズで、母にこれ買っといてって言ったんですけど、買っといてって言ったらアクスタが在庫残りわずかになって、でやばいって思って母に電話して、もう日付変わるぐらい電話して、ちょっとこのグッズ在庫販売だから買っといてねみたいな、早めに買ってねって言って、で母で10分ぐらい返信来なかったから買ってくれたって最速 LINE 送って、そしたら買ったよって来たから、
それで安心して告知出しました。やっぱり自分の分確保する前に告知出したらさ、ひょっとしたら売り切れちゃうかもしれないなって思って、母が買う前にさ、みんなが買ってくれちゃうかもしれないから、最低ごめん自分ファーストでごめんね、でもどうしても欲しかったんだ。そしたらそう、母が買った数十分後とかにそう完売になりまして、ありがとうございます。母のせいで買えなかった皆さん、ごめんなさい。母のせいでってか私のせいで。だって自分のグッズ集めが趣味なの。まあ自分で頼むの恥ずかしいから母に頼んでもらってるんですけど。残りわずかって書かれたらそうなの。だから、あ、これは告知したら、告知する前に言わなきゃって思って、あの買ったよラインを見て安心して告知しました。おかげさまで無事購入できました。このネタおもろい？ちょっとこすっていくか悩んでる。もうちょい温めとけばよかったかな。初見の方ありがとうございます。ラブレターありがとうございます。カレー美味しい、美味しいよ。なんかマヨネーズがかかってて美味しい。今めっちゃマヨネーズ好きなんですよね。ね、みんなさ、待って、これ話したことあるかも。みんなポテトマヨ派ケチャ派、もうこの話したことあるっけ、マナについての、マナのケチャマヨ戦争。
ノーマル？ゆめ絶対マヨ派。うん、ありがとう、理解してくれて。なんかさ、なんか本当にしょうもないんですけど、これマナの可愛いエピソードがあって、あの打ち上げがあった時に NGT で普通になんかポテトのさ大皿とか運ばれてくるじゃないですか。でそのポテトの大皿についてたのがマヨとケチャップだったので、私マナの隣に座ってて、その時でマナどっちにするみたいな、でそしたらマナが絶対ケチャップなんだけどって言ってきて、で夢はいやマヨだよみたいな、マヨ美味しいから食べてみみたいな言ったんですけど、えマナだってケチャップしか許せないもんみたいな言われて、でそうなんだみたいな、で夢がいやマヨ美味しいのになみたいな言ってたら、マナがだってマナ絶対ケチャップだしって言いながらマヨネーズつけて食べてて可愛くない？なんか夢がおすすめしてみたら、もうなんか 100% のなんていうのケチャップ、もう なんていうの超ケチャップ派だったのに、可愛くない？試してみてた。ハートありがとうございます。ラブレターありがとうございます。夢がその場でさ突っ込んだら、今だケチャップマヨネーズ試してんじゃんって言ったら、いや別に今だけだしみたいな、いやケチャップ派だけど試してみてるだけだもんって。でも私はちゃんとケチャップとマヨネーズを比べた上でマヨネーズが好きなので、別にだって別にケチャップは試さませんでした。初見の方ありがとうございます。初見の方ありがとうございます。ハートとだるまありがとうございます。
今さずっとタケノコだと思って食べてた食材がさ今レンコンってことに気がついた。タケノコの入ってるカレー珍しいなって思ってたんですけど、でもレンコンが入ってるカレーも珍しくない？今来た。なんか食ってた？もちろんどん兵衛です。ああ、どん兵衛美味しかった。これちょっと誰かが突っ込んでくれるまでこの設定でいなきゃいけないから。お腹いっぱい。汁まで飲んだ、もちろん。お腹いっぱい。ちょっと髪の毛巻いていいですか？お揚げも美味しかった。おいしかった。いい焼き芋から食べてたやないかい。ありがとう。初めてちゃんとしたツッコミのコメントが来た。みんな嘘に嘘を重ねるんだから。まったくもう。今日は本当はもちろんどん兵衛を食べたい気持ちはあるんですけど、やっぱりねカレーを消費しなければいけないので。そうなんです。デリシアで買わないといけないんですよ。新潟のコンビニで買っても応募できなくて、やっぱり自分のグッズ集めたいからさ。でもさすがにさ、自分のサイン入りアクスタ限定5つ自分で当てるのはさすがにちょっと恥ずかしいかも。よし、
ハサありがとうございます。うん、お腹いっぱいだな。帰りってさ、エビが食べれないじゃないですか。なんかエビ、ザリガニが好きだからさ初めて聞いたんだけどさ、そんな人間エビ食べれないじゃないですか。でさ、今帰りとね、マックのさ、グラコロ食べる約束したんです。冬季限定の。私気づいたんです、グラコロってエビ入ってるやんって。しかもグラコロ食べたいって言い始めたの帰りなんですよ。だから今カイリに教えてあげようって思ったんですけど、そしたらマナに、でもカイリ言わなきゃ気づかずに食べてそうじゃないって言ってた。いや確かに、みたいな、おいしいおいしいって、なんか目つぶってるのがデフォだから、おいしいおいしいって言って、多分気づかずに食べそうだなって思って、だから内緒にすることにした。夢をカイリとグラコロ食べに行きたいから。全然アレルギーじゃないんです。ただザリガニを愛しすぎていて、ザリガニの仲間のエビを食べたくないというだけで、全然アレルギーじゃない。カニは食べる、え、食べてるイメージある。だってネギトロ丼大好きだし、だから海の仲間全体が無理なんじゃなくて、無理っていうか、なんていうの、食べたくないとかじゃなくて、本当にもうザリガニを愛しすぎててみたいな。だから待っててあげよう。なんかエビフライとかがお弁当で出ても誰かにあげてるんですよ。てかみんなもそれを知りすぎてて、みんなエビなんかみんな子供だからエビフライ大好きなんですけど、なんかだから帰りの緊急性行為の時とか、エビフライが入ってると帰りに、え、エビフライちょうだいみたいな言いに行く。しかもなんならエビフライちょうだいって言いに行ったのに、あ、ごめん、もうなんとかちゃんにあげちゃったんだよねって言われることあって、みんなエビフライ大好き。エビフライ食べれないって本当にもったいなくない？夢、エビフライ大好き。
ばい、足がしびれてきた。お弁当に入ったらエビフライほど美味しいものないかも。待って、わかるかも。あのいろんな周りのさ味を吸ったエビフライでしょ。わかるかも。ね、最近出たお弁当で嬉しかったのはそぼろご飯。そう、最近マリナさんがね、劇場にふりかけを買ってくださって、マリナさんですよ、メンバーですよ。そう、マリナさんがメンバーのためにふりかけを買ってきてくださって、なんだけど買ってきてくださったその日がたまたまそぼろ丼で、そう、本当に悲しかった。たまたまそぼろ丼だった。マリナさんってメンバーの食をすごく支えてくださってて、この間もカップラーメンごちそうになったし、優しい。だからマリナさんに募金ボックス作りたい、劇場に。1回100円みたいな。ジュースもね、さ、違うの。ジュースたら、なんかマリナさんが、ジュースは自腹で払わせちゃってごめんねって言われた。いや、初めて聞いた、その謝罪の。雪ありがとうございます。ゆめちゃんはお札入れるかな。もちろん。よし、片方できた。足がしびれてきた。見て、片方できた。そう、聞いてください。昨日さ、待って、 HKT 推しだけど、かゆちゃん推しの知り合いから NGT 紹介していただいた HKT ドラさん2来ました。ありがとうございます。 なんだろうこの文字は。ありがとうございます。さやかとゆえるとあかりのと、あ、関さんとお友達の夢たんです。そうでさ、
昨日ねベッドフレームのさベッドの引き出しあるじゃないですか、ベッドフレームの引き出し、あそこのさ、その引き出しのさ、なんていうんですかね、角って結構だいぶ鋭利なのご存知でしたか？で、私その引き出しを完全に閉じないまま移動したんですよ。なんていうんだ、したら、まあ、何かってそのさ、半開きのままで移動したんです。そしたら今さ、ちょうどその角が膝のあたりだったんです。で、立ち上がった瞬間いたって思って膝見たら、もう綺麗にシュッて切れちゃって、その角で、でそれで痛いなと思いながら、でもそんなに大事じゃないだろうと思って、でしかもその時ちょうど洗濯物出来上がってから洗濯機から呼ばれてたから干さなきゃって思って、まあ、ばそこを貼らずに、まあちょっと放置しとけば止血する、その止血しなくてもいいかなと思って、で洗濯干してたんですけど、なんかそのハンガーにかけてる時に服をなんかツーって足首の方で、てかこうすねをなんか流れていく感覚がして、えって思ったらもう血がトラーって流れてて、えやばいって思って、えめっちゃ出てるって思って慌ててパソコン貼ったんですよ。でそしたら、でパソコン貼って安心してるじゃないですか。でパソコン貼って10分後くらいになんかパッて膝見たらパジャマがめっちゃ血でにじんでて、えみたいな、もうギョッとして、ズボンの下のその膝見てみたら、もう絆創膏のさガーゼの部分あるじゃないですか、あそこがもう全部血で埋まってて、もうこれ以上吸い切れないよみたいな状態になってて、もう本当に怖かった。今このまま死んじゃうのかなって思った。本当に。怖かった。そんなに血って出るんだね。そうだから今膝に絆創膏張ってる。明日もひょっとしたら膝に絆創膏貼ったまま出るかもしれない。でももう血は止まりました、さすがにね。怖くてめっちゃ調べた、どれくらいで病院行った方がいいみたいな。恐ろしかった本当に。気をつけてみんな。スタッフにエビ型たくさんいるから、スタッフ NGT 内で献血活動しようとすな。パソコンなんとか全然大丈夫だった、パソコン2枚目でちゃんと。
角度変えたい。よいしょ。エビの話とかエビの話とかお上手。なんかさ、明日千秋楽の時間ないですね。え、みんなもうある？なんかもう明日で誇りの丘の衣装着られなくなるんだって思うとめっちゃ寂しい。でも NCT オリジナルの衣装だからってこともさ多分あると思うけどさ、それこそ今使ってるリバイバル公演の2部の衣装ってあの夢品のさオープニング衣装じゃないですか、あの黄色いさやつ。ああいう風にさなんか気軽に公演で使える衣装みたいな、なんて言うんだろう、オリジナル以外でも使える衣装みたいな、ハートありがとうございますになってほしい。誇りの衣装が好きすぎて。愛の毛布とかさ、あとロマイラとかもそうだし、本当に今衣装が着られなくなるのが本当に悲しい。新公演の衣装が気になる、楽しみにしててください。 NGT の衣装さんが今頑張って考えてくださってます。よし、負けた。新衣装なの？そういうにおわせじゃないです、全然全然違うとも、そうとも言いづらいけど、そういうにおわせのつもりではなかった。ただ本当に考えてくださってますっていうメンバーのことを考えて。よし、できた。髪の毛が負けたところでちょうどいい時間になりました。見て、ちょうど見える。こんな感じです。めっちゃ綺麗。よし、ということで見守っていただいてありがとうございました。そろそろ終わりたいと思います。かわいい、ありがとうございます。ではランキングを読ませていただきます。
きます。13位いちたさんありがとう。12位たかおさんありがとう。11位みんみんさんありがとう。10位まこちゃさんありがとう。9位くにさんありがとう。8位かつとしさんありがとう。7位つぐりんは穏やかで優しい風さんありがとう。6位しんごさんありがとう。5位すいずみゆさんありがとう。4位よったさんありがとう。3位てるまえかたぐっちさんありがとう。2位ゆきさんありがとう。そして1位まみまみさんありがとう。ということでお昼配信にお付き合いいただいてありがとうございました。また帰ってきたら多分配信すると思うのでぜひご覧ください。それではまた後ほどおしゃべり会よろしくお願いします。バイバーイ。どん兵衛食べてね。バイバーイ。